元 AKB48 の西野未姫が、29日深夜に放送された TBS 系バラエティ番組、有田哲平の夢なら覚めない。で、毎週火曜23時56分から24時55分まで、にゲスト出演し、焼肉店でバイトしている姿を公開した。西野未姫西野は2016年12月に AKB48 を卒業後、ワンマンライブなど精力的に活動している。まあそれだけでは生活ができず、焼肉店で週3日、時給1000円のホールとして働いているという。ありのままでいられるって感じで、今の自分が輝ける場所。バイトは楽しくやっているので苦じゃないです、と話した。だが、給料に関しては、正直不満はあります、と言い、もともと私、武道館とか立ってたんです。そのアイドルだった私が焼肉屋さんでバイトをして、しかも握手もするんですよ、無料で。なのに時給1000円っていうのはちょっと、と吐露した。芸能界で這い上がる気持ちを聞かれると、あります。自分の力を振り絞って、と返答。いつも、AKB48 時代に住んでいた品川区の家賃21万円のタワーマンションの映像を見て自分を奮い立たせているそうで、前の家に戻りたい、と話した。AKB48 卒業後は荒川区の家賃8万円の物件に引っ越したそうで、何が一番嫌って、追い焚きがないんです。頭洗っても冷めちゃう、耐えられない、と不満を漏らした。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。